どうも、村上です。今日はですね、僕の大好きな、大好きなお金についてお話ししていきたいと思います。結構前の動画で、ボートレーサーの年収だったりとか、B 級の選手でこれぐらい、A 級の選手でこれぐらい、SG とか記念に入れている選手でこれぐらいの年収もらってますっていうお話をさせていただいたんですけど、まあその時に、ちょっと多かった、どういう風にボートレーサーはお金もらってるんですかっていう、どういう風な形で、その賞金っていうのが増えていくのか、レース以外なところでもお金をいただいているんですかっていう質問もちょっと多くあったので、今日はボートレーサーがどういう風な手当をいただいていて賞金をいただいているかっていうところをお話ししていきたいと思います。実際見てくれてるね、視聴者さんの中でもボートレーサーを目指す人がいたりとか、これからボートレーサー目指そうかなっていう迷ってる人がいたりすると思うんですけど、まあ僕はね、実際にボートレーサーになる動機っていうのはお金を稼ぎたい一択だったんですけど、こういう風にお金をもらえてるんだよっていうことを知ってモチベーションになってもらったりとか、よりボートレースに興味を持ってもらったり、ボートレーサーに興味を持ってもらったりすることができたらいいなと思って、今日は動画を撮っていきたいと思います。はい、それではね、早速本題に入っていきたいと思います。一つ一つ説明していくんですけど、まずはどういう手当がもらえるのかっていうところですね。レースに参加することによって必ずいただける手当を説明していきたいと思います。まず一つ目、日当というものです。その日レースに参加するとか、その日レース場に行けばいただけるお金になっています。レースをせずともいただけるお金ですね。まずボートレーサーは開催日の前日に、まあ、前券日っていうのがあるんですけど、前日にレース場に入ります。そこではモーター抽選だったり、ボートの抽選で、その引いたボートとモーターを組んで実際に試運転したりとか、タイムを測ったりするっていうのが前日にあります。その前券日に参加するときにいただけるのが1万円です。で、開催日ですね。その前券日の次の日から実際にレースをしていくわけなんですけど、その開催日にいただける日当は2万円になっております。まあそれが日当というもので、まあ実際に4日節から7日節レースあるわけなんですけど、まあ4日節だった場合は前券で日当1万円、プラス開催日4日間ということで8万円、で9万円が日当としていただけます。で、7日節だった場合は前券日1万円、プラス7日の開催日の日当ということで14万、合わせて15万円が日当としていただくことができます。はい、次、ナイター手当。まず、ボートレースは、モーニング開催、デイ開催、ナイター開催っていうのがあるんですけど、そのナイター開催の時にいただけるのが、ナイター手当ですね。レース上で言うと、桐生、蒲郡、住之江、下関、若松、大村、丸亀、その7レース上が、ナイター開催になっております。で、そのナイター手当っていうのは、1日につき、1万5000円いただくことができます。それなんでも、日当とナイター手当合わせて、1日3万5000円いただけるっていうことですね。もう、これだけでかなり、熱い手当になってると思います。それなんでもうマジでナイター走りたいと思ってました。ナイターのレースは激アツレースになっています。で、次、無事故障というものがあります。無事故障っていうのは一節間を通じてフライング出遅れがなかった時にいただける手当になっております。自分が無事故だった時にもらえるわけではなくて、そのレースに参加している全選手が一節間通じて最後優勝戦の12レースまでフライング出遅れがなかった場合に1日5000円いただけます。それなんで4日節だった場合は2万円、7日節だった場合は3万5000円いただくことができます。1日目でも最終日でもどっかで1人でもフライングしてしまった場合はいただくことはできません。まあ僕は結構フライングしてしまったので、この無事故障を台無しにしてしまったことが多々ありました。はい、という感じですね。ここまではレース以外のところでいただける手当になっております。はい、次いきます。ここからは自分がレースに参加してレースを走ることによっていただけるお金です。まず完走手当と賞金っていうものがあります。完走手当っていうのはレースを走って、まあ、着順が出ると思うんですけど、4着から6着の選手は完走手当という形でいただくことができます。で、1着から3着までの選手は賞金という形でいただくことができます。そのレース場によっても1号賞金のレース場があったり、2号賞金のレース場があるわけなんですけど、最近ちょっと耳にした話だと、やっぱボートレースの売り上げも順調に伸びていってるっていうこともあって、ほとんどのレース場がもう2号賞金になってるっていうことも聞きました。まあそれなんで今日は2号賞金での完走手当賞金っていうのを説明していきたいと思います。で、まず完走手当なんですけど、6着で1万円、5着で2万円、4着で3万円いただくことができます。で、その3着、2着、1着になってくると賞金っていう形で、3着が5万円、2着が7万円、1着が10万円いただくことができます。まあそれが一般戦の完走手当と賞金という形になります。で、やっぱりグレードの高いレースだったりとか、まあ一般戦で言うと準優勝戦だったり優勝戦っていうなってくると、1着から6着までの金額っていうのも上がってきます。優勝戦の6着で36万円、5着で41万円、4着で44万円、3着で56万円、2着で72万円、1着で98万円、優勝戦1レース走るだけでいただくことができます。これがボートレーサーが一節間走っていただくことので
できるお金になっています。それなんで固定していただける手当もあるんですけど、この賞金とか乾燥手当っていうのは自分がいい着を取れば取るほどたくさんのお金がもらえるっていうことで、本当に自分の実力次第で稼げるとても魅力のねある職業がボートレーサーだなと思います。で、この一節間、まあ、4日節から7日節あるわけなんですけど、その一節間走ったトータルの金額がレース終わった翌日から翌々日ぐらい、3日以内ぐらいに振り込まれるという形でいただくことができます。まあ、僕は実際に一般戦しか走ったことがないので一般戦を説明させていただいたんですけど、グレードが上がれば上がるほど6着の賞金も上がるし1着の賞金も上がっていくということで、まあ、強い選手になればなるほど賞金が高いレースに走れるっていうこともあるので、稼げる金額もおのずと増えていきます。で、まあ、一般戦の中でもちょっとね金額が多いレースがあります。それがゴールデンウィーク、お盆、お正月といったその地元で開催される地元戦というものですね。それは3号賞金になっていて、1着で15万円、2着で10万円、3着で7万5000円、4着で5万円いかないぐらい、4万5000円とかで、5着で3万円、6着で2万円だった気がするんですけど、新人でも3号賞金のレースに走ることによって金額の高い賞金をいただけるので、そのレースでね稼げるっていうのがめちゃめちゃ楽しみでした。まあ、ざっくりこんな感じでお話しさせていただいたんですけど、これがボートレーサーが一節から走っていただけるお金になっています。もっとね G1 でどれぐらいもらえるのかとか SC どれぐらいもらえるのかっていうのをね話したいと思うんですけど、実際僕は走ってないのでわからないので、レース場に行って出走表とかを見ると裏に賞金が書いてあったり乾燥手当が書いてあったりするので、もしよかったらそのレース場に行ってみて出走表を見てみてください。まあ、僕はこの YouTube をやる中で船券を買って皆さんに楽しんでもらいたいっていうのもありつつ、ボートレースのことをより知ってもらったりとか、ボートレーサーのことをより知ってもらう、ボートレーサーっていう職業がどういうものなのかっていうのを知ってもらうことができたらいいなと思ってるので、今日はこういう企画をやらせていただきました。まあ、よりね深いところで、実際自分がまあ3年しか経験してないっていうこともあって、その3年間の経験の中でお話できることは実際自分が喋ってお伝えすることができるんですけど、強い選手にしか分からないこともあるだろうし、記念を走っている選手にしか分からないこともあると思うんで、これから YouTube をやっていく中でこの選手を実際にゲストとして呼んでお話を聞いたりすることができたらいいなと思っております。まあ、YouTube のね質を上げるとともに、このチャンネルを大きくしていかないとそういうことは実現されないかなと思うので、皆さんまだ今見てくださってる方でチャンネル登録していない方がいたら、ぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いします。はい、ということでね、今日は皆さんが気になってるっていうね声も多くあったボートレーサーの手当とか賞金についてお話しさせていただきました。これからもねボートレースのことを知ってもらったりとか、ボートレースのファンを増やしていくために皆さんが気になることを僕が自分なりに解説していったらいいなと思うんで、ぜひコメント欄とかでこういうことがもっと知りたいとか、こういうことが気になってますっていうのがあったら、たくさんコメントしてくれたらと思います。ということで、今日の動画は終わりたいと思います。今日も動画見てくれてありがとうございました。この動画に乗ったらグッドボタン、悪いと思ったらバットボタン、あのさっきも言わせていただいたんですけど、チャンネル登録していない方がいたらぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ。ありがとうございました。